最悪。キャップ捨ててもた。皆さんこんにちは、ヤマトです。大会が終わってね、今日から、筋トレ再開したいと思います。今日は胸トレを、やっていきます。まあ、しばらく4ヶ月減量して大会が終わって、でこっから増量という時期なんですけども、この減量が終わってからの時期っていうのがすごい筋肉がね、成長するすごいいい時期なんで、これからちょっとしっかりと筋トレをして体をもっと大きくさせていきたいと思います。はい、今日はトレーニング前にご飯と納豆を食べました。これからのトレーニングはしっかりと丁寧に、かつ重量をしっかりと扱って、大きくしていきたいと思います。ということで早速やっていきたいと思います。レッツゴー。これジムのスタッフさんからもらったノートなんですけど、まあ、今日からちょっとまたノート再開してトレーニング内容とかしっかりとメモしてやっていきたいと思います。Yeah, you can lie about it, but it's not gonna change a thing. Maybe you'll try to hide it, pull down the curtain where the light comes in. Baby, we walked this road so many times before, but you always stop at my door. Yeah, maybe we'll fight about it, but I won't be down.
right. Beating hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door. はい、ということで、トレーニング終わりのご飯を食べていきたいと思います。ご飯、納豆を、鮭、アスパラガス、卵、そしてお餅。カーボアップ中にお餅食べてすごいね、美味しかったんで無性に食べたくなってお餅を食べます。で、スープ春雨食べていきます。いただきます。昨日結構ね、ダーティーな食事をしたんで、まあ、それを続けてるとね、かなりやばいんで、しっかりと体にいいものをね、食べていきたいっていうのと、あと普通に無性にこういう減量の時食べてたやつが食べたくなって、不思議ですよね。減量中ってほんまにもうダーティーな食事したくてしたくてたまらんかったのに、いざ減量終わるとこの減量食が食べたいっていう、まあ、量が増えてるんでね、それが嬉しいですね。いただきます。うまい。うますぎる。やっぱこういうシンプルなご飯が美味しいですね。それにしてもちょっと顔のむくみほんまにどうにかしたい。これやばいな、ほん